はい、今からトーピードを竹で撃ち落とそうと思います。ひりゅうくん、ひりゅうくんトーピードじゃなくね、筆できちゃったの。落ち込んでる。ひりゅうくん武器間違えたらしい。北斎でどうやってトーピード投げるんだよ。よく落ち込んじゃった。よくバツって書いてあったよ。さらに落ち込んでる。このバツをもっと落ち込んでるよ。ひりおくんがさ、文字書いたらしい。すまん。ごめん。ひりおくん、謝ってるのか。あ、来た。やばい、後ろか。待って、見えなかった。待って、3人でもダメだ。3人でもダメだ、これ。ひりおくんがトーピードを持ってきたということで、ここからやっていきたいと思います。さっきね、難しかったからね、同じ方向からにしました。すごい難しい。同じ方向でもすごい難しい。一応、レベル1という感じで。うわ、なんか、どっか飛んでたやつがあるよ。トーピードどっか飛んでってた。あ、いいね、いいね、いいね。正面だけならいけそう。いやー、危ない危ない危ない、なんか変なとこ飛んでてるよ、トーピード。近い、もう真横、めっちゃ真横。やばいやばい、やっちゃった危ねえ、危ない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 、ほんとに危ない。これ竹じゃなきゃ死んでる。竹だからきついのかな。やばいやばい、やー、なっちゃった。いや、終わる。ほんとに終わる。意外と正面でもね、いい感じに難しい。危ねえ。あ、めっちゃ楽しい、これ、でも。めっちゃ楽しい。はい。はい、はい。いい感じじゃない、これ。ほら、いい感じ、いい感じ。慣れてきた。楽しい。音ゲーみたい。はい、はい。はい。はい、次はね、レベル2。レベル2で行こうかなと思います。いろんな方向から、いろんな方向からトーピードが飛んでくると思うんですけど。待って、どれ狙っても、どれ狙ってるか分かんなかった。え、待って、やばくねこれ。これやばくね。あ、来た。あ、一回耐えた。一回耐えた。あー、またヒデオさんのやつだ。一気にレベルが上がりました。レベル1から2に上がっただけで、なんか、100ぐらい変わった気がする。やばい。やー、待って、きつい。待って、マジできつい。あー、待って、なんで全部ヒデオさんのやつやられるの。